京都市の南部伏見区にある藤の森。その一角に広大な緑あふれるキャンパスを持つ京都教育大学。本学の歴史は明治9年創立の京都府師範学校まで遡ることができます。そして国立大学として昭和24年に国立京都学芸大学の名のもと幕を開けました。創立以来の歴史と伝統の中で一貫するのは教育者を養成するという基本理念。現在は国立大学法人京都教育大学として学校教育をはじめ社会教育や障害学習に携わる優れた教育者を輩出しています。今この時でも藤の森学舎ではおよそ1400人の学部学生が教師になる日を目指して授業に、サークル活動に、充実したキャンパスライフを送っています。その中で様々な課題に主体的に取り組み、お互いが協力して解決方法を導き出していくことで豊かな人間性と教師としての幅広い見識や総合的な判断力を養っています。本学では京都府京都市の教育委員会や他大学との連携協力を積極的に行っています。こうした取り組みや交流を重ねることによって地域に開かれた教育の総合大学として社会に貢献する役割を果たしています。